小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目は何で来るか。変化球を振らせました。あっという間に2ストライクです。低めの変化球は決まりません。さあ4球目は何か。危ない球です。まあここはゾーンギリギリを狙って勝負ですね。なるほど、そうですか。これが5球目。変化球で空振りを取ります。